ろいろあるけど、特にダナの魔法のことかな。私の知ってることをなるべく形に残したくて。それにもしどこかに私以外にも魔法を使えるダナ人がいたら、その本がきっかけで出会えるかも。いろいろ考えてんだな。すげえよなお前って。どうしたの急に。褒めても何も出ないよ。いや、称賛すべき考えだ。貴重な知識も形にせねば失われる。君の著書は後世の研究者たちの道しるべとなろう。そこまで言われると照れるな。私は好きで研究してるだけだから。わかるぞ。書物も芸術も悠久の時を経たものは何とも言えぬかぐわしい魅力を放つ。うんうん、古い本の匂いっていいよね。ああ、もう そうだよな。なんかうまそうな匂いするよな。え、私の本は食べないでね。自然の中で竿を通して魚と対話をする時間は、己の心とも向き合う時間になることでしょう。何より大物を引き上げる時の手応えは癖になること間違いありません。いや、私は遠慮しておこう。すみません、つい気持ちが高ぶってしまい。やはり君にとって釣りというのは特別なのだろう。それなら私は釣りを楽しむ君の隣にいてゆっくり時を過ごしたい。時折話をしながらね。本当は戦いから離れて静かに暮らしたいとか、もっといろんな服を着たいとか。アルフェン、あなた何か勘違いしているんじゃない？いいこと？私は我慢なんかしていないわ。下病の封印は私たちにしかできないことよ。だから望んでやってるの。それにまだ混乱している世界を放ったまま落ち着いてなんかいられないわ。この服だって私が好きで着ているの。全部私が選んで私が決めたことばかりよ。あなたとの旅だって私が一緒にいたいから。だから、うん、今もこうして、よくわかった。変なこと言って悪かった。だったらこの話は終わりね。さあ行きましょう、アルフェン。あ、行こう、シオン。マジか。本当？え？おお。かわいいな。